どうも皆さんこんにちは、黒虎白虎のタイガーです。今回はですね、とうとうこの日がやってまいりましたね。私がこの曲を、お披露する時が来ました。僕が尊敬してやまない X さんのエンドレスリンを歌いたいと思います。とうとう来ましたね、 X ジャパン。いやもうほんとね、あのね、難易度高いというか、もう声が高すぎてね、人様に聞かせれるようなものでもないんですけども、愛情だけ、愛情一発でね、歌いますので、一緒にね、この気持ちだけをね、受け取ってもらえればと思いますけれども、はい。あのね、X はもうね、もうほんとね、米と一緒ぐらい摂取してきた、音楽なんですよね、人生を通してね。まあ、よく僕は人間の体は、ね、70% の水分ととか言ったりしますけれども、まあ、僕は 70% ぐらい X できてるんじゃないかなというような幼少期を、過ごしてまいりましたけれども、特にあのブルーブラッドっていうねアルバムが大好きでですね、本当ジェラシーとかダリアとかも名盤はいっぱい、もうバンシングビジョンとか名盤はある中で、インディーズからこうメジャーにこうガーッといった時 の、 エネルギーの塊みたいなアルバムはね、人類にはそう簡単には作れないんじゃないかな、もうこれから先はっていうようなぐらい、もうエネルギーが詰まった名盤になってると思ってるんですね。でそんな中にも本当激しい曲がね、くれないとか X とかオルガスムとかローズオブペインとか、めちゃくちゃすごい曲が入ってる中で、すごいね、まあ唯一、まあアンフィニッシュっていうピアノ曲もあるんだけど、このバラードの中でね、エンドレスフェインっていうのは本当に目立ってね、メロディーが綺麗で、歴史に残るというか心に残るメロディーと歌詞じゃないかなと思っております。はい、エンドレスレイン、今回ね、まあなんかこうやって歌ってみたシリーズでは、まあ初めての X の1曲目になりますけれども、まあ天国にいらっしゃる、ヒデさん、タイジさん、まあまだ生きていらっしゃるヨシキさん、トシさん、パタさん、杉蔵さんもね、もう今 X の、ね、メンバー、ヒースさんとね、ヒースさんを先に言わなきゃいけなかったね、まあ、皆さんにね、思いだけを、届けられたらなと思って歌います。はい、それでは X ジャパンさんで、 X さんって言いたいけどね、 X のエンドレスレインです。Thank you.
はい、というわけで、X のエンドレスレインでしたけれども、いやー高いですね、やっぱりね、もう鬼ですね。乾燥前のあの転調とかね、もう鬼ですよね。もう本当に美しくは歌えないですね、この曲ね。うん、X の曲は美しくは歌えないです。もうなんかもう本当鶏が締め上げたような声でなっちゃうんですけれども、次回は X 続きで。はい、エンドレスレインときたら、紅に挑戦したいと思います。次回は、はい、もうこれも多分ニワトリがの断末魔みたいなことになるでしょうけれども、皆さん楽しみにしてお待ちください。はい、それでは、黒とラスロトのタイガーでした。またバイバイ。